皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。埼玉県春日部市にある東武鉄道の北春日部駅に来ています。駅の改札を出ると7月15日から運行を開始する東武鉄道の新型特急車両スペーシア X の案内が出迎えてくれます。これからこのスペーシア X の撮影会に参加してきます。撮影会場まで北春日部駅の東口から約15分歩きます。撮影会場に着きましたので早速撮影していきます。スペーシア X を正面から見た姿です。頭部のアルファベットの頭文字である T の形をした前哨塔ですが、ずっと見ていると目が痛くなります。しばらくしてスペーシア X の車内を見せてもらいました。運転室も見せてくださるそうなので早速見せてもらいます。特急スペーシア X で最高級の部屋であるコックピットスイートに着きました。とても豪華な作りです。その奥にある運転室に入ってみます。スペーシア X624 号東武日光行きです。停車駅は東京スカイツリー。行きです。運転席に座らせてもらいました。運転席に座るとこのように前を見ることができます。ちなみに運転室からコックピットスイートを見るとこのような感じです。コックピットスイートがある6号車にはコンパートメントという個室が4部屋あります。スマホなどの充電ができたり、暖房の2段階調整、広げられるテーブルなどがあります。スペーシア X は全席全部屋充電ができるコンセントがついています。デッキには列車の案内と天井に空などの映像を映すディスプレイが設置されています。次に隣の5号車を見に行きます。5号車にはスタンダードシートとボックスシートがあります。こちらがスタンダードシートです。そしてこれがボックスシートです。ボックスシートはシートピッチがとても広いです。ただ座る際に窓際にあるテーブルに足をぶつけてしまいましたので、利用される方は気をつけてください。3号車と4号車はスタンダードシートのみとなっています。2号車にはプレミアムシートがあり、変形する枕、読書灯、電動リクライニング、コンセントなどがあり、バックシェル構造で後ろの座席の方にも配慮した座席となっています。最後の1号車にはコックピットラウンジとカフェカウンターがあります。コックピットラウンジは名前の通りラウンジのような作りになっています。一番前の座席は一人掛けの全面展望の専用席みたいな作りになっています。カフェカウンターではビールやコーヒー、軽食が購入できます。その1号車の先頭車も撮影させてもらいました。横には車両基地で休む多数の車両が止まっています。その中に野岩鉄道の6050系が止まっており、引退が進む6050系とスペーシア X の並びが撮影できました。次にスペーシア X の側面に注目していきます。列車のロゴマークや先頭車の X を強調するデザインがかっこいいです。側面の列車の案内です。曳舟、東武動物公園、杉戸高野台などスペーシア X が停車しない駅も出てきます。わら、しばらくして日が沈みかけてきました。これより夜の撮影となります。ライトアップされたスペーシア X の撮影を楽しみました。またライトアップのない通常での風景や前哨塔の消灯、尾灯を点灯した姿も撮影できました。
これで撮影会は終了しました。また撮影会の間、スペーシア X の社内で流れていた自動放送を別の動画で公開していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。